やってます、ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。ベイパーでワイパーからのスナイパーバーン。決まった。サムネとタイトルちょっとどうなってるか分かんないけど、これはもうね、分かんないよね。分かんないんですけど、陸上界の釣り師って言われてるんで。とある動画を見ました。僕は行くよ、ペイパーフライ3の反発がすごい。これです。コアダじゃん。コアダの髪の色にしか俺目いかなかった。髪の色とシューズの色もかぶってたんでビヨーンっていって、はいはい、すごーってなって、うん、俺もやりたいってなった。ペイパーフライネクストパーセント3か。今回は今年に入って正直シューズ破綻してます。ペイパー3はもう勘弁してくれと思ってたんですけどこの映像見たらちょっとねこれはやりたい。履きたいっていうかやりたいの、ね、やりたい、やりたい。コアダに借りろ今日今こうやって動画回してる。テレビに周平に相談して、まあ、いいんじゃないってなったら買いに行こうかなと思ってたんですけど、それも面白いかなと思ったんですけど、うんうん、昨日マジでやることなさすぎて気づいたらアルペン東京にいた。見て、俺のサインやる。ありましたからの、お久しぶりです。お久しぶりです。いやもう大人気です。かなり性能良くなってます。反発性とね、はい、安定性、接地面積も広い。ズーム X の量も増えてます。その分増えた分を削って削って重さを軽くしてる感じですね。前作のペイパーよりもちょっと軽くなってます。マジっすか。なのにズーム X のフォームが増えてる。うわすごっ。なのでより推進力が増してる感じです、はいはい、平らな面がかなり増えてるんで、はい、ちょっと丸かったのがちょっと広がってるんで、接地面積も広がって安定性も増してます。ぜひぜひ試していただいて。はい、買いまーすありがとうございます。ペイパーさんありがとうございます。お買い上げありがとうございます。本当にありがとうございます、はい、頑張ってください。頑張ります、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、血払えない。これ違う。何これ。ここ見て、うん、ちょっと待って、これ何ちょっと待って、これ今いい感じの女の子ベイパー買った時の映像テレビ見て、最後ペッてやったらさ、わけわからん女の人のおへそ見えたね。ないですよ。どんな服着てんの、うん、送ってきた。それを保存すんなお前変な扱いだった今。そうだね、うん、でベイパーどうしたって。家賃払えないんだよね。結構ガチで冗談はさっきで上げていきますよ、はい。ちょっと開けます。ナイキの箱じゃないよね。あ、ナイキの箱なんだ。ほんとだ、ナイキの箱だ。プルーッ、ピカーン。ナイキペイパーフライネクストパーセント3。はい、ということで反対になっちゃいましたけど。うわっ、開ける瞬間取っとく。いいよ、やっぱこういう感じだよね。おお、ワクワクが止まらないですよ。軽い、本当に軽いわ。今回は足入れしてないの。今回は1回だけしました。してんじゃねえかお前その反応すごい軽い。いやこれ軽いよね。えげつな、えげつなよね。前作よりも軽くなって反発と推進力が増したと。なんかさっきテラさんも言ったので、ね、ズーム X の量を増やしてる。無駄なとこをできるだけ沿って沿って軽量化も実現してると。こんなん絶対好きじゃん俺。もう好きだわ。いやでもさ、うん、まだ分かんないよ、そのドロップの転がり具合とか。言ってたよさっき、平坦になったって、ね、平坦になったって、うんうん、ベイパー前作より。ああまあ、うん、大きく変わったなと思ったのはニットの部分かな、うん、アッパーの部分。これ2のやつと一緒じゃないのかな、うん、持ってこいよ。ああてかさ、コメントにあったんだけどさ、こんなにシューズ買ってどうしてんの、気になるかと思って、うん、一回見る。みんなこちら全部今入ってます。入ってんだね。これお前の生活どうなってんだ走る気ねえだろお前。おい、俺の乱収レギュラーで使ってるやつ。レギュラーじゃないけど履くやつ。はいはいはい。多分しばらく履かねえなってやつがこれ。多いね。やばいよそれはね。こうなるよ。どうしようかなと思って欲しい欲しいんじゃないみんなマジで本当に、うん、どうにかしてプレゼントしたい、ね、いつかね、うん、ダッシュで行こうぜ。シリーズいきます、はい、こちらついに出ましたペイパーフライネクストパーセント3。ここですね、注目は。ここの G スポットがたまらないんだよって言ってるところ。あいつ下ネタしか言わないこと判明した。判明したね。やっぱハギさんあれなんだ、買わないんだこれは。あでもどうなんだ、ハギさんあげてないのかな。あげてなくない、知らんけど。買いたくないんでしょ。いや多分だけど、あいつ案件のモノマネが似てた。似てる似てる似てるの。ここはあれだよね、昔のさベイパーの初代
からさ、2になった時もなんかニットっぽくなったじゃん。なったね。このペロペロから、うん、こっちのニットに変わったと。さらにそのなんかニットよりはなんか薄そうですね、うん、単純にさ、隙間が多いから開けてる分軽量化っていうのはあると思います。これからまあ夏シーズンに向けても。ああなるほど。冬は絶対開きたくないね。うん、いや、そうなんだよ。雨の日、まあ、実際約束じゃね。あ、確かにね。雨の日はすごい水入っちゃいそうだけど、ね、やばいよね。開いてんじゃん、こんなもんね。絶対開きたくねえよ。絶対開くねえよ、じゃあ。この履き口の部分、しっかりクッション素材が入ってて、まあいい感じになってくる。いいこと言おうとするからこうなるんで。裏ですね、注目は、うん、今までのベイパーフライとはちょっと違う。なんかグリップ力が増してそう。そうなんですよ。凹凸がすごい増えたのと、ね、テラさんも言ってた接地面積がまあ大きくなった。ここですね、あのこの転がりやすいところからちょっとこの平らなグリップ設計みたいになってて、かかとの部分もちょっとなんか安定しやすい感じになってるのかな、うん、ズーム X の量が、まあ、若干増えたよと。これでかいと思うんだよね。これ一番でかいと思う。最近流行ってんのかな、この裏のさ、このカーボンをむき出しにしていくスタイル。削れた方が軽量化は、まあそっか、うん、できるから。削れるところは削りたい。そうだ、ね、ここなら削っていいんじゃないみたいな、うん、ここギリいけるっしょみたいな感じなの。そうそうそう。下手したらなんかこれもね、潰して反発になる設計とかの可能性もあるし、あちょっとそれは我々は何とも分かんないですけど、実はナイキの本社に問い合わせてもらって。そうですね。そうなの。行きましょう、参りましょう。ダッシュで行こうぜ。それを減りたかったんだよね。やばいぞ、行くぞ。行け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 。あれあれさ、えやらせやらせ全然行かないんだ。おお、コツをつかめって話だ。コアだ、50回目とかかもしれない。めっちゃ言ってたよね。仕組みが分かった。こうして。なるほど。一回確認、一回確認しない、一回確認。一回見るか。うん、ベイパー置いてくな、お前。ベイパーフライ3の反発がすごい。でもね、ちょっとね、押してるよね。ベイパーの力だけじゃなくて。一回一枚やってみて。ハーキダメージャン。ハーキダメージャン。ラロンゲムカッコイイ。ベイパーの反発がすごい。ハーキダメージャン。あれ、なんつってんの、あれ。マージやべえじゃんって言ってんのかな。マージやべえじゃんで。ね、行く気しなくない？おーおーおおお、それ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 、すごいでしょ。自分でもしてる。あれやらせだね。あの、靴の力だけじゃない。あ、まあまあ、でも、投げてるわけじゃないよね。やべえじゃん。ベイパーフライ3の反発がすごい。マジやべえじゃん。下手くそ。結構ガッチでテンション下がる。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。あ、そう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 。じゃ投げてるじゃん。そうだよ。やらせなしでやると、うん、ペン。あー、ちなみにこれ、あーそうね、そのために持ってきてたもんね。ちなみに何年前買ったの？これは2年前。2年前ぐらいで、めちゃくちゃ空いてるぞ。どうするこれでめっちゃいったら。変わんねえじゃん。変わんねえじゃん。俺やらせて。うん。2000キロ走ったベイパー2でも反発がすごかった。マジやべえじゃん。よめちゃくちゃ飛んだけど。え、めっちゃ飛んない。え、それはあれ、あのさっきと同じ感じ、同じ容量、同じ容量だよ。え、ただコアダ下げる動画じゃねえかよ。どっちが行くか選手権。2000キロのベイパー2。はい、行きます。はい。おお、4メートルぐらい。4メートル、すげえな、めっちゃ飛ぶな。投げらんねえよ。頼む頼む頼む、3万飛んでんだこっち。頼む、いけ。最後までご視聴ありがとうございました。もうね、動かざる人実。何？引き立ってて曲げやすいから、その分投げやすい。あ、引っちゃったじゃん、投げやすい。硬いから、はいはいはい、こっちの方が投げづらい。だからあれは当てになんない。あれに騙されて600Eに押してた。飛ばない方がもしかしたらカーボンシューズとしての性能がいいかも。下手ってないから。はいはいはい。ダッシュで行こうぜ。あれはやらせだったのが、まあ、やらせではないけど、事実だけど、反発の性能を測るものじゃないかもしれない。投げたもん、だって俺も。やっぱこういう奇抜な色ってマジで強そうに見えるね。ね、うん、めっちゃ襟とか増してるよ、ゆうきさん。あーすごいわ。フィット感はベイパーフライ2同様めちゃくちゃいい。あー、ちょっと一回走ってみよう。いってらっしゃい。
おお。良さそうだけど、動きはいい。めっちゃ走りやすそうだけど。走りやすい、うん、走りやすいんだけど反発はなんかあんま分かんない、うん、今までのベイパーよりもちょっと反発上がったかなぐらい、本当にちょっとかもしれない、うん、一番分かりやすいのが安定感とグリップかな。あーロードでも感じるか、しっかり、うん、今までのベイパーフライが悪いとこなさすぎた分、うん、本当にちょっとは上げてきたね、うん、感覚かもしれない、うん、極論どっちでもいいみたいな、吉木さん的にどっちでもいいかも。やっぱり一番みんなが気になるところって、うん、反発推進力だと思うんだけど、ベイパーフライ2とアルファフライ2の間ぐらいだ。間ぐらいなんだ。うん、じゃあいいじゃん。よしきさんさ、今さ、他のロケット X、 はいはい、もう今激推しでベタ褒めでしたね。ベタ褒めだと思うんですけど、うん、なんかそことのなんか違いというか、はい、選ぶポイントというか。結構簡単に言えます。おう、反発と推進力に関しては、うん、圧倒的にホカだと思ってる。へえ。まあ、ホカは重量も多少あるし、足が回りすぎる分、フルマラソンとか後半の足残りに関しては圧倒的にこっちの方が長く走れるかなっていうイメージです、うんうん、じゃあ他もロードの5000とか、うん、ハーフとかで吉木さん使いたいって感じか、うん、そうだね、使っても。そうだから、うん、フルマラソンでどっち使うのってなったら、もしかしたら俺ベイパー選ぶかもしれない。なるほどね。俺も履いてみていい？あ、いいよ。先にダッシュで行こうぜ。シエさんもまあ試すということで、久しぶりにペーパーフライを履いていくと。ガチ久ですよ。ペーパーフライの2をまず履いてからどう変わったか比べると、うん、ちゃんと使ったな。うん、使ったペーパーフライ履いた感想どうですか？走りやすいんだな、ペーパーって。あ、そう、走りやすいんだ。すげ、走りやすかった。これ走りやすかった。走りやすい。なるほどね、うん、了解。思い出した、はい、この状態で釣り、うん、履きたいと思います。はい。でも俺もうこの時点で釣りが好き。マジで、うん、やっぱ安定感すごいな。もうこの時点で感じてる。変わる全然違う。どうすか？神めっちゃいいんですけど。いやでもやっぱりこの平坦になったから、ちょっと通過いいですか、転がりやすい。毎回話してんだけど、これ同じこと毎回話してんだけど、こっちの方が、うん、長距離の人は自動化しやすい、うん、テラさんの話もあった通り、この平面になった感じが強くなったので、視覚じゃ分かりづらいかもなんだけど、変わる？分かるぞ。ペーパーフライ3がどっちかというと平面より、2がまあ転がりやすくなってる形状、うん、これは視覚でもめちゃくちゃ分かるんだ。分かるか。長距離の方は自動化しやすいよね、うん、回るから、はい、なんだけどこの平面がちょっと増えた、グリップ力が増した。安定感っていう言い方も間違いないんですけど、より自分でプッシュしていくような走りの人はこっちだ。アルファ2と1もそんな感じだったよね。1は転がりやすいけど、2はちょっとフラット気分が増したってたじゃないですか、はいはいはい、アップデートの仕方が似てる、その、うん、アルファ1から2の時とペーパー2からペーパー3の、うん、なので僕はこっちの方がいいんだけど、やっぱり自動化こっちはしやすいかもだけど、なんか全体的なバランス見たら受けるのはこっちなのかなって。あー、はい、でもみんなに、はい、ゆうしきさんも厚み増してるんじゃない、うん、っていう話したけど、うん、僕も感じました。その感覚はめちゃくちゃ使ってて、もう視覚的にも減っ、うん、潰れちゃってるから、うん、厚さっていうのはこっちは元のベイパーつよりないんだけど、うん、だからより前足部での設置、うん、流動性がこっちの方がいい、ここですよねっていうのが、うんうんうん、分かる。最高じゃん。いいね、うんうん、いや、いい買い物したじゃん。そうだね、うん、ちょっと走ってみる。 1000m 行こうかな。行っちゃう、うん、よしきさん、俺はさ、走りの中でここしか使わない、はいはい、だから正直こっちって、まあ、大事だけど、うん、どうでもいいって言っちゃあれだけど、グリップとか別にいらねえよと思うかもしんないんだけど、やっぱ入ってからの安心感超大事っすよね。あ、そうだね。全体的なバランスにこう繋がるから絶対必要ですよね。それはめちゃくちゃこれ感じる。そこに関しては短距離よりも長距離は感じておきたい。うん、そうだよね。うん、確かに確かに。どのぐらいでいきますか？昨日20キロやって、うん、まあまあ疲労があるんで、そんな行かない。ある程度スピードも出したいんで、気持ちよくなるぐらい、きつい手前ぐらいで。お任せします。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。全然来るっつもないです。レッツゴー。ディズニーシーかランド。まあ、ヨシケの得意分野でもあるね、 1000m で感覚を確かめる。
ですね。上げてみます。ちょっと上げてみます。あ、きつい。今日のチャリは電動最強なんで、いい感じに終えてます。さあ、歩行者の方に注意しながらラスト 100m を切って残り50。さあ、ゴール、お疲れ様です。ダッシュで行こうぜ。いかがですか、先生。2分56。悪くないね。うん、回せる回せる。軽いね。軽い。やっぱでかいか。楽楽。うん、本当に周平が結構分かりやすく噛み砕いて2と3の違いを言ってくれたと思うんですけど、うん、僕からしたらいい意味で、うん、あんまり分かんない、あんまり分かんない中で、でも感覚的にちょっとアップデートしてくれたねっていうのがすごいこう嬉しい。それが一番嬉しい。いいことだよね。1から2出ましたっていう、うんうん、たくさんあると思うんですけど、うん、ってなると2にはここは良かったけど、初代のこれがなくなっちゃってちょっと残念な、あるあるですよね。いろいろあるじゃないですか。あるですね。あるですとか言って今回に関してはそれがあんまりないから、ペーパーフライの良さをしっかり継承しつつ、うん、アップデートできるところを確実にちょっとしてきた、うん、なるほど。ごめんね、なんかちょっと真面目に走りすぎて。いいよ、いいじゃん。真面目なこと言っちゃった、うん、いや、それがシューズレビューだけど一応。そう、うん、ふざけすぎてる、いつも俺が。ペーパーフライネクスト%3のシューズレビュー動画でした。この動画がいいなと思ったり、入ってみたいなと思った人は、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメント全部見てますので、ぜひともよろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。